やる。さあ今回は天外やめてにやってきました。イエーイ珍しい光景ね。いや違う移動してきてないのよ最初から板付きなのよ。違うよその昭和のテレビみたいなことせんよ。そんなないのよ今。あの今回は、はい、いつもねあのボートレースやってるやん、はい、今回そのパチンコパチスローに挑戦してみようかなと思って。行ったことないです。ないの？ないです。パチ行ってない。行ってそうって言われるけど、ね、その行ったことないとかじゃなくてやっぱりこういう仕事入ったらその前に予習しないとダメよ。だからやってないとダメよ。そういうとこでね。そういうとこですよ。やったことあるよね？ないです。ないんか。ないの？はい、足も入れたことない。本当？本当にないよね。てか行く機会がやっぱ知識もないから、はい、どうやってやっていいのかも分からなくて行く機会がなかったです。そうですよね、うん、こういうあのおじさんもあのパチンコはあるけどパチスローはほとんどやったことないです。はい、意外で、この3人では心もとないということで、はい、素晴らしいゲストをお迎えしております。嬉しい。この2人です。どうぞ。どうも。はい、どうも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 。お邪魔します。そうそう、 M1 1回戦落ちの子。どうもどうも。お疲れ様でした。来店チャンネルのお二人です。よろしくお願いします。それぞれすみません自己紹介お願いします。はい、来店チャンネルの坂口です。よろしくお願いします。お願いします。はい、来店チャンネルの海です。よろしくお願いします。お願いします。お二人はあれですよね、その来店チャンネルでずっとパチンコパチスローやってるってことですか？まあ、そうですね、大半そうですね。はい、そうなんですか。まあ、バラエティ系とかもやってますけど、うん、一応まあ基本的にはパチンコパチスローを、うん、まあ寝台とかそういった収録とかでやらせていただいてるっていうような感じです。はい、あの僕ら本当パチスロー、まあ特にこの二人はもうパチスローとかもうやったことないんですよ、はい、パチンコもやったことないんですよ、はいはい。で今からちょっとあの来店チームと対決したいんですけど、やったことないけど対決する心意気をお持ちなんですね。そう、対決なるかなっていう心配なんですよ。まずはそのなんつうんでしょうね、そのボートレースってビギナーズでも勝つ可能性あるじゃないですか、はい、ベテランに勝つ可能性あるじゃないですか、はい、パチンコでもやっぱあるんですか？あります。あ、そうですか。あります。もうビギナーでもバーン出す人もいるんで、お、まあ、今回の対決はじゃあまあ、分かりやすい台っていうことで、はい、まあ、ジャグラーっていう台があるんですけど、はい、まあ、いわゆる A タイプっていう、まあ、ボーナス引いたら、まあ、その塊でドンみたいな、はい、まあ、それがあるんですけど、まあ、それが遊びやすいんで、うん、そのジャグラー、まあ、そうですね、まあ、14台あるんですけど、はい、当たったら端からこうどんどん真ん中に行って多く14台のうちの台数光らせた方が勝ちと。ああ、なるほど。光らせたら次に移動するって感じね。もう移動する。もう当たって、それがいわゆる当たったっていう。それがもうピンときてないですよ。そうです。そうです。いや、まあ、光ったらとか意味が分からない。光ったら、そのあるんですよ。このゴーゴーって書いてあるランプがあるんですよね。そのランプがパッて光ったらもうこのシーンで大当たりなんですよ。あとは光ったら7を揃えるだけと。もうあともうちょっとカメラ回ってないところです。すいませんね。もうねパチスロやったことある人はもうイライラしてると思うんですよ。コイン何枚入れるか知っと。1枚。ほら、そっからなんですか。いや、いいっすね。教えがいもあるんで、やっぱり。あ、嬉しい。そう一緒にやっぱ楽しんでもらえればなと、うん、すいません思いますんで。本当に。じゃあ、僕らね、やったことないですけど、絶対勝ちます。絶対勝ちます。やる気はあると。やる気ある。やる気ある。じゃあすいません。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。チャンネル登録お願いします。初めてコインを入れるシーンと貴重な貴重なね貴重な。すいません。初めてを。海さん、坂口さん、すいません、はい、教えてもらっていいですか？お願いします。何もだって1枚入れたらいいんでしょっていうレベルです。3枚ぐらい、はい、はい、どうしたらいいですか？3枚ぐらい、まずは3枚、じゃあとりあえず3枚入れますね。そうですね、3枚、はい、はい、コインを3枚入れます、そこに、はい、投入口に。あ、1枚ずつ入れるね。やばい、いいね、はい、はい、で、はい、まあ、3枚入れたら、はい、回すっていうことができるんですけど、はい、これがそれを始めるところです、はい、はい、これをクッと。おお、ありますと。それで拍手って何？じゃかかったら拍手。ボタンを止めて、はい、止める。はい、はい、ポン、はい、ポン。そういうこと。これでその揃った図柄によって、そうそうそう。揃ってるんですか？いやいや、まだ
いやいや当たりこれ。いやいや、ぶどう揃えてどうするんですか。え、ダメなの。ぶどうじゃまだまだだよ。マジですか。まだまだ。3枚が今ぶどうが揃ったことによって8枚もらえたので、うん、8枚ゲットして5枚増えましたよってことですよね、はい、3枚が8枚に増えましたと、うん、まあ、こういった図柄によって増えたりだとか、うん、もう1回回せるよっていう図柄だったりとか、そういう種類がありますよって感じです、うん、はい、はい、で次はその3枚入れたのをこのいわゆる中に入ってるコインが多ければ一気にこう手で1枚1枚入れなくてもこれ押すだけで3枚入ります。はい、で1枚ずつ入れなくてももう多く入ってればポンと押すだけでもう次が遊べます。やべえ、やべえ、絶対負けるこの3人絶対負けるよし、それじゃあちょっと頑張ってやりますか。はい、じゃあやっていきますか。はい、お願いします。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 よーい、スタート。バトルさんです。さあさあ、まあ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 余裕を見せますかね、王者の。全然引かんないんだけど。うわー、すげ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 ー、やばいやばい、やばいやばい、コインが、コインが引かって、回してすらないんやけど、さすが引かって早すぎる、どうも。ちょっとコインが、ちょっと、笑いで、引かった引かった、引かった、引かった、いや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 、マジ。は？は？これやばいよ。早すぎ。いや、やばいって。ジャグラー苦手なんやけど。俺もジャグラー苦手なんや、正直なところ言うと。何がハンデよ。行かせられないのよ。勝てるぞ、勝てるぞ、勝てるよ、勝てるぞ。おっしゃい、よっしゃ、オーケー行くか、オーケー行くか、行け行け行け。名前にもう一回やから。可能性あるよ。なんだって。あ、名前入り？名前入りしたってこと？おお、来た来た来た。え、え、揃えた？おお、来た。ゴー来た。プレミア、プレミアね。プレミア。これがプレミアです。じゃあいいよ。あ、じゃあ行こう。どんどん行こう、どんどん行こう。お願いします。ビーチャー、ビーチャー。なんもこない。自分の部屋のこっちの木じゃないでよ。え？ピーちゃん、まだピーちゃん怒られてんの？まだペカってないのよ。一応全録でやってるんだよ。そうね、全録だ。辰巳君さ、あのコインの入れ方うまなっとるんやけど。あのさ、辰巳君さんのストップボタンの押し方がさ、よくジャグラーコーナーにいるお母さんの押し方になってんのよ。パンパンパンって平でね、手のひらで押す感じ。爪があるからね。そう。はい、オーケー、どんどん行こう、どんどん行こう。やばい、全然出ない、全然行かない。あっ、やった、やばい、やばい、めっちゃマジでうまいっすね。いや、ちょっとマジでやばい、やばい、ペカちょ、ラストやぞ、お前。じゃあ俺単純に隣に行きたい。いや、ただ3人、いや俺が隣に行く。いや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 、俺、いや、やばい、やばい、これさ、今もう一度 OK。 おーマジ、ありがとう、ありがとう、やだやだやだ、ありがとう。早く近づいてくれ。ゆっくり言ってくださいね。あー、ちょっとそれ言われるとな。緊張する。やった、やったそれだけちょっとね、つながった。ちょっとさ、あのゆっくり言ってくださいってさ、可愛い声でお願いされたからさ、ちょっとちょっとやっぱちょっとね、ちょっとちょっとゆっくり押さざるを得ないね。夏美が似合うね、パチロが。夏美が似合ってるよ。真剣だから。もう両手押しになってますから、両手押しに。無理無理無理。もうちょっと、もう勝負抜きして、一回光らせたいね。一回。ピーちゃん。ピーちゃん、折りはまりしてない？おい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 。
ここに来てみんな膠着してますね。ちょっと一回さ場所変わってみな。え、いや違う違う、一回場所絶対変わらん。いやいやいや、いや絶対変わらんから。いや一回さどっちも光ってないしさ流れをさ、いや絶対変わらん。もうお互いペカランでいいからいやいやいや、ペカランでいいから、ずっとずっと回しとくから。コンバットさんが200超えてるのよ。200超えてる。もう250もやってるおい、おー気持ちいい。え、これどうします、これ、これどうします。いやだからこれどうします、この1台とかを交互で回して。あっ、うわマジ、コンさんが光る前で俺ら2人光らせないかい。コンバットさん光らせるまでに俺ら2人光らせればいいわけね。任せろ任せろ入れろ任せろ任せろ入れるな、コインを入れろおい、なんか腹立つ、メガネ入れるんだ、なんか腹立つ。変わる、一回変わろう、一回変わる、いいよ、変わる、流れ変える、流れ変える、叩いてるリズム変えよ。おいしょい、おいしょい、頼むぞ、頼むぞ。どっちがどっちですか。超初心者が勝った。超楽しかった。あなた常連でしょ。ね、言ってないです。マジで初めて。なんか言ってる感じですよね。じゃあ途中からコインの入れ方もあのストップボタンの押し方もちょっとなんか上手くなってきてたから。そうそう。行きましょう。ハマりそう。行きましょう。そうそうね。いやでもおもろかったっすわ。ね、簡単だったし。ああ。ジャグラってやっぱいいんですね。初心者向けなんです。そうです。初心者向けでもやっぱ光ったら当たりっていう、その分かりやすい、分かりやすい面白いっていうね。まずあのせっかくこんだけちょっと光らせたんで、あの光らせるだけじゃなくて、はい。実際に揃えてもらう。うわいいっすね。っていうのもちょっと初めてのボーナス揃いっていうのもちょっとじゃあ経験してもらいますか。じゃあお願いします。これ動体視力って必要なんですか。いやまあ慣れですねやっぱり。慣れなんで。赤色の七見える？これが見える。黄色っぽい幅広いやつ見える。見える。見える。はいはいはい。1個でいいのよまず。まず1個だけ。そうそう左だけ止めるまず。で次真ん中も7を狙ってください。おお、右も。ああ惜しい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 、ちょっと早かった。ちょっと早かった。ちょっと早かった。もう一回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 あそう見間違うんだよね。バーとバーと見間違うんだね。幅が広いから。なるほど。おいいよいいよいいよ。おお。うまくない。うまくない。すごい。すごい。素晴らしい。気持ちいい。いやめっちゃ気持ちいい。うまい、上手、すごい。ピーちゃん行こう、ピーちゃん。ピーちゃんが揃えたけどね、これ。めちゃめちゃ、めちゃめちゃ回した。ピーちゃん回したね。頑張って育てた台ですね、自分で。自分で育てたよ。メダルがないもんね、ピーちゃん。ピーちゃん回した。ピーちゃん回した。よし。うわすごい。私さっき見てて、7分かんなかった。嘘。正面から見るぞ。膨らむよ、もう。正面から分かるんですか？正面から見たら。膨らんでる。ほら、一個だけぶっといじゃん。ボン、ボン、ボン。あの、黄色、黄色。おいいね。オッケーオッケー。これ真ん中じゃないといかんですよね。ボンボンボン。いいね。上手上手。ボン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 。はい。で、これが7が揃ってないんですけど、77バーっていうのがレギュラーボーナスって言って、ちょっと枚数が少ないボーナスになるんですよね。なんで一応でも揃えれてますなんで。
です、OK です、OK です。だから、夏美館の方が枚数が出る、そうそうそう、揃い方なんだね。そうです、そうです。これじゃレギュラーボーナス、レギュラーボーナスってことですね。ビッグボーナス、レギュラーボーナスです。素晴らしい、上手でした。武藤おるやん、武藤が出てるんだ。小松さんやりますか、じゃあ。やりますか、小松さん。はい。これ、ドン、ドン、ドン、全然見えない。メガネかけます。ドン、ドン、はい。ドン、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 ドン。ああ、ちょっと早いですね。ちょっと早かったです。ドン、ドン、わ、やべえ。全然わからん。目回って倒れちゃう。いいよ。おい。素晴らしい、気持ちいい、いやありがとうございます、いやいや、ありがとうございます、めっちゃ気持ちいい。結果発表、お疲れ様でした。いや素晴らしい戦いをありがとうございました。BTS 宮城チームが7台、はい、そして来店チャンネルチームが6台ということで、 BTS 宮城チャンネルは勝利。完全に敗因なんですかね、この超初心者に。負けないでしょ、普通は。負けるわけないですよ。そういうことがあるからおもろいですよ、ね、やっぱり個人的には敗因は坂口だと思うんですよね。5台、5台、1台あ、坂口さん1台なんですか。え、1台じゃなくない、あれ、5、え、そうやったっけ、2台あるでしょ。おい、よぼ、バリバリいるよ。まあまあまあ、まあちょっと坂口さん、これ、ね、坂口さんこれ1台だったらあれですよ、ピーちゃんと一緒ってことですよ。え、うそー。本当ですよ。それはもう坂口さんですね、範囲はね。そうっすね、はい、やだ、恥ずかしい。あなたも260回転させたのということで、来店チャンネルのお二人には罰ゲームでございます。罰ゲームの内容は結末です。どうも、ケツバトマンです。今から要は2人、夏美君とピーちゃんに、あの2人にケツバットしてもらう。やった、あの思いっきりっていうこと。久々やな、はい、こちらです、はい、どっちの方からいきますか。じゃあ私から、お、いきますか、どうどうする。いや絶対痛い、これ硬い、硬い、これ痛いよ。指名案の、ご指名案のスイングしてみてもらっていいですか。確かに1回ちょっとスイング、うわー、いいよ、ナイスイング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 、ボンって言ってるんですか、大丈夫ですかこれ。風の音聞こえる、ナイスイング、わ、すごい、思いっきりしていいっすよ、この辺で思いっきり、ガチめに、ちょっと足や、それ足や、太ももや、一回手本見せましょうか、一回手本見せましょうか、おかしいおかしい、おかしい、一回手本見せましょう、お前黙ってる、お前は黙ってる、ちょっと。じゃあそれではケツバット夏美館お願いします。うわうわいい、あの、めちゃくちゃいい音するやん、うん、いい音した、気持ちいい、めちゃくちゃいい音するやん、めっちゃ気持ちいい、でもね、したでもね、あの、カイザーがものすごいいい笑顔、なんでごちそうさまです、ごちそうさまです、これ罰ゲームじゃない、あれおかしいな、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ごちそうさまです、ごちそうさまです、ごちそうさまです。さあ次ピーちゃん行こう、ピーちゃんも行っちゃってください。でもピーちゃんはそんな力ないですよ。あ、ひりきってことですか、超インドアだし、あー、なるほど、一回練習しとく、練習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 もいる、いいですか、練習、じゃあ練習、いいですか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 、一回振ってみ、あー、十分だね、いいね、スイングできればいい、お、ダウンスイングね、いいね、ダウンスイング、おー、おし、おー、おー、どこまでいった、いやいやいや、おー、おーじゃない、いや、みんなも見てる場合じゃない、釣られる、大人を惑わすな、コーチ、コーチ、やばぁ、待って、ちょっと一回練習でいいですか、練習ね、練習ね、練習ね、練習で一回、練習やから、はい、あいいですよ、前に来たよ、我々その道のプロなんで、食らい慣れてるんで全然大丈夫、本気でやってもらって大丈夫なんで、はい、せーのって言ってね、せーのって言って、いきます、せーの、うまい、うまい、上手、上手、
上手っす。素晴らしい。巻きついてきたんですよ。いいっすね。巻きすぎがいい。そうね、あ、すみません、あの、ミルクチャンネルの皆様。はい。そうですね。はい、実はあの、元々当初こっちが勝つ予定つもりだったんですよ。はい、で、はい、ちょっとやってもらえようと思ったことがあったんですよね。はい、本当は、はい、本当はですね。すごいよ、あの、やばいよ。じゃあちょっと。腰が高いよ、腰が高いよ、お前。俺のせいか、でもお前のせいだから。ああ、分かりました。お前のちょっとあったかいんだよ。そうね、お尻。熱持ってる、熱持ってるんだよ、マジで。ちょっと、はい、コスプレをぜひ皆さんが、視聴者が見たいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。お前頭下げっか、お前。お願いします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 。コスプレしてください。え、ほぼ全裸になってください。お願いします。お願いします。いいんですか？ほぼ葉っぱだけで、葉っぱだけで。お願いします。コスプレちょっとしてもらう。お願いしてくれてるんでね。はい。こう視聴者さんが楽しみってことですよね。そうですね。はい。全ては、全ては視聴者様のために。どうですか、パンチは。めっちゃ弱そう。めっちゃ弱そう。めっちゃ弱そうや。しゃーない。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで、来店チャンネルさんの動画の方で私たちコスプレしてますので、概要欄に貼ってますので、そちらからチェックしてみてください。お願いします。お願いします。ありがとうございます。あげ、見てくれ。